はい、こんにちは、ミカツです。今日はね、またあのキャンプ道具を紹介したいと思うんですけど、キャンプ道具、まあキャンプ道具かな、早速ちょっとね、届いてるんで開けてみたいと思います。何が出るのかな、今日は。あ、これはい、今日紹介する商品はこちらです。ユニフレームのバーナーシートショー、まあ、見た通りね、アルミのね、シートなんですけど、早速ちょっと開けてみましょう。これね、わざわざ紹介するのもどうかなと思ったんですけど、やっぱりね、地味にあると便利なんですよね、こういうの。はい、ユニフレームのバーナーシートショー、大きさこのぐらいですね。ちょうどね、ちょっとランチョンマットをちっちゃくしたような大きさって言ったら分かりやすいですかね。で、まあ表はこんなようにアルミっぽい感じになってて、裏は、こういうね、なんかちょっとカーペットっぽい感じになってます。で、まあこれ何に使うのっていうところなんですけど、まあこの間紹介したスノーピークのね、立派なちょっとワンアクションローテーブルの上で、こういうね、ボンベとかでこう火をね起こすときに、ちょっとやっぱりこの熱がね伝わってこう焦げちゃったりしたら心配じゃないですか。でそういうところでね、これを敷いてやることで、まあね、テーブルが熱で傷むのを防いでくれると。でそれだけじゃなくて、これね、例えばこう折るじゃないですか。で折ると鍋敷きになるわけですよ。そういう鍋敷き的な使い方もできると。ということでね、まあ、非常に地味な商品ではあるんですけど、なかなかね、こう大きさって伝わらないじゃないですか。なのでこうやって手に持ってね、大きさが分かるようにちょっと紹介してみようと思ってやってみました。まあ、ちょっと内容が薄いんですけど、今後ね、自分の動画でこれ結構出てくると思いますんで、よかったら気にして見てみてください。はい、ということで今日紹介しましたのは、ユニフレームのバーナーシートショーでした。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。